皆さんおはようございます。稚内車中泊の旅2日目でございます。昨日早く寝たということもあって、かなりね早く起きました。今まだ4時でございます。これから後片付けして、まずは朝食を食べましょう。ジャパンちゃん片付けよっか。後片付けも終わって朝食をねまずは食べようと思ったんですが、パンちゃんどうした？もうね日が昇ってしまうので、先に日本最北端の宗谷岬に行ってこようと思います。まあ、そこで朝日を見てからご飯かな、もしくは早く着いたらご飯食べてから朝日を眺めたいと思います。じゃあね、まずは宗谷岬に行きましょう。今、稚内市内から宗谷岬に向かって走っております。徐々にね、朝焼けで空が赤くなってきましたね。日の出はだいたい5時15分ぐらいらしいです。で、今の時刻が4時50分なので、あと25分ぐらいですかね。今日は昨日と違って一面晴れの予定です、天気予報を見る限りね。なので今日は帰りもドライブ楽しめるんじゃないかなと思います。そろそろ宗谷岬に到着します。日の出3、4分前なんで、ちょうどですね、ちょうど到着しましたね。ちなみにさっきの場所から2、30分一個も信号ありませんでした。およそ300メートル先左手目的地周辺です。一個も信号なかったですね。さすがに宗谷岬ともなると人がいますね。みんな多分朝日を見に来てるんじゃないかと思いますが、目的地周辺です。音声案内を終了します。運転お疲れ様でした。まさかのトラックの運転手もここで休んでますね。ここで休むのは気持ちいいですよね。景色もいいし、日本最北端の岬宗谷岬に来ております。日の出の時間だね。で、今日もね相変わらず風が強い。すごいね、風が相変わらず風が強いです。お、日の出が見える。ほら、日が昇ってきましたね。太陽がまん丸でね、ここが日本最北端の地宗谷岬。そしてだね、ちょうど日の出の時間に間に合いましたね。寒い。外気温は0度なので、しかも強風ですからかなり寒いです。少し寝坊してしまったんですが、なんとか朝日に間に合って日の出を見ることができました。ここの日の出はね、いつ来ても何回来てもねすごく綺麗ですよね。いつか正月の朝に来てみたいなと思っています。実はこの宗谷岬には展望台があって、宗谷岬の駐車場に車を止めて歩いてね展望台登ることができます。おお、稚内らしい、稚内らしい景色ですが、ここからね宗谷岬を眺めることもできます。朝日が気持ちいい。ここになんと
旧海軍の無線通信基地ですかね、がありますね。まあそうですよね、ここはもうロシアのすぐ目の前ですから、ここにも書いてますね、史跡大岬旧海軍防楼っていうのかな。登れるのかな、登れるそうですね、登ってもいいのかな、特に登っちゃダメっていうのはないのでね、上がれますね。風が強いし柵もないから危ないね。あ、これこの建物自体に入ることはできないですね。建物には入ることができなくて、建物の周りを歩くだけということになってます。上に柵があって登れそうなんですが、まあ、ちょっと見た感じだと無理っぽいですね。ここから北海道の北側がね、見渡せますね。まあ、ロシアが船とか潜水艦で攻めてきたら、ここから確認しようというものだったんだと思います。このね、北の地でもアメリカとの戦いが激しかったようです。ここに撃沈された船舶が、それではね、朝食を食べようかなと思います。ポータブル電源といつもの IH でお湯を沸かしましょう。今日の朝食は、よいしょ、昨日買ってきたね、このパンですね。パンと、あとはこの昨日買ってきたサロベツファームの行者ニンニク入りソーセージ、これ美味しそうですよね。で、こんな感じでソーセージを挟んだので焼いていこうと思います。よいしょ、ポッと、やっぱりチーズ買えばよかったかな。それではそろそろ焼き上がったと思うので、よいしょ、っとあげてみましょう。じゃん、うわ、美味しそう。これはね、美味しそうです。かなり美味しそう。今回チーズ入れてないんですが、それでもね、うわぁ、行者ニンニク入りのソーセージですね。この稚内周辺で作られた行者ニンニク入りのソーセージを挟んだホットサンド、いただきます。あか、うん、おいしい。これ行者ニンニクが入っているので、すごくこう、なんて言うんだろう、ニンニクの香りがするソーセージなんですよね。北海道ではこの行者ニンニク、まあ、アイヌネギとかってね、言われてますが、まあ、よく食べるんですよ。僕も食べるんですよね、春になると。これからの時期です。まあ、それが入ったソーセージということで、とてもね、これソーセージとすごい相性がいい葉っぱなので葉っぱなので美味しいですね。
板の奥には見えますね、利尻富士です。山頂の方にちょっと雲かかってますが、はっきり見ることができます。というわけで稚内を後にして帰路に着きたいと思います。オロロンラインを南下して札幌方面に帰るルートですね。稚内に行く場合はね、ぜひこの道通ってほしいです。ほんと気持ちいいので、稚内に行くときはこの宗谷サンセットロード、すごく気持ちいいので本当おすすめですね。そして人も少ないしね、ここね。ただ冬の期間はここ地吹雪がすごく発生する場合があるので、かなり注意が必要な道でもありますね。冬はあんまり通らない方がいいかもしれない。夏はすごくおすすめです。でこの後なんですが、もし冬でも入れそうであれば、パンケ沼というところに行ってみたいと思います。もしかすると冬は入れないかもしれないんですが、入れたらね、見に行ってみようかなと思います。で右手に見えるのが、カメラに入っていると思いますが、利尻富士ですね。このルートは利尻富士をずっと眺めながら南下していけるという、なかなかね、こう綺麗な、なかなか楽しいルートなんですよね。で北上する時も、稚内に向かう時も利尻富士をずっと眺めながら走れるので、僕はいつもねこのルート大好きで、ここばかり走ってます。パンケ沼園地に向かう途中なんですが、猫を捨てないでという看板がありますね。パンケ沼園地に向かう途中に展望台があったので、そこにねちょっと寄ってみようかなと思います。上まで行けるか分かりませんけどね、途中で通行止めになっているかもしれませんが、初めて来るねこの展望台は。ちょっと立ち寄ってみましょう。まだこの辺は雪がありますね。ちょびっとだけ雪がありますが、除雪した跡があるので、まあ、多分ね行けるんでしょうね。お、すごい、本当に展望台だ。入れるのかな。何が見えるんですかね、ここから。あ、人もいる。休憩してる人がいますね。展望台を見に来たわけではないと。よいしょ。じゃあちょっとね、展望台行ってみましょうか。宮野台展望台というところに来てみました。ここはね、豊富町ですね。豊富町のサロベツ国立公園の一角ということでしょうか。ここも風がなかなか強めだね。サロベツ宮野台展望台行ってみましょう。どっから行くんだろう。あ、こっちだね。冬入れるのか怪しいですが、あ、ダメだね、冬は入れないね。ほら、ここに紐がかかってて冬は入れませんが、下からなら見えるね。ここからなら見ることができそうです。相変わらず風は強いけど、おお、すごい綺麗。これは綺麗だね。上から見たかったけど、でもこっからでも十分綺麗じゃないですかね。正面に利尻富士が見えます。稚内から見るよりもこっちから見る方がかなりね
近く大きく鮮明に見えるんじゃないかなという感じがしますね。でここ眼下に広がっているのがサロベツ原野です。なんかこう十勝とかとは違う景色ですよね。次回はこの展望台に登って上から360度見てみたいな。それじゃあね、予定通りパンケ沼園地に向かいましょうか。冬だから入れないかもしれないけどね。いや、宮の大展望台登れませんでしたが綺麗でしたね。ただこっからの景色もかなりいいですよ。サロベツ原野がね見渡せます。で次はこのままパンケ沼園地というところに行きたいと思います。入れるといいんだけどね、冬はこういう風に展望台なんかはだいたいね封鎖されちゃうんですよね。もう雪溶けてるんですけど入れなくなっているので、4月の下旬ぐらいまでかな、ゴールデンウィークにはだいたいどこも開くので、その前までは当分ね見ることができないというところが多いです。おお、こっからも利尻富士見えるね。これは気持ちいいね。やっぱりこの宗谷地方は宗谷地方独特のなんだろう景色ですよね。十勝は十勝のね綺麗な景色がありますし、美瑛とか富良野はね美瑛とか富良野の綺麗な景色見ることができますが、宗谷は宗谷で綺麗なんですよね。さてさてこの先がパンケ沼らしいですが、およそ600メートル先右方向です。果たして冬も入れるかな。もう雪全然ないんでね入れてもいいんですが、まあ、ただだいたい4月入んないとね入れないのでどうかな。およそ300メートル先右方向です。いやここ景色すごいですね。何にもない何にもないです。ここかな。およそ300メートル先前方目的地周辺です。ここです。誰もいない。パンケ沼園地に到着ですね。で、利尻レブンサロベツ国立公園パンケ沼散策路もあるみたいですね。で今ここなのでここから木道を通って展望デッキまで行けそうです。こっちだね木道は。行ってみましょうか。誰もいないね。あ、木道すぐ終わりだね。なんだろう、100メートルぐらいしかありませんでした。2分ぐらい歩いて終わりとなります。でここが展望スペースなんですが、特に展望台みたいなのがあるわけではないですね。あ、でも綺麗だね。こっからも利尻富士が見えます。お、まだこの辺には雪が残ってるね。よいしょ。ちょっと足場は悪いですが、一応ね歩く木道がここにもついてます。ここで終わりだね。
ここから先は雪もあるので行けそうもありません。すごいね。これが、まあ、何回も見てますが利尻富士ですね。まあ、もう若干見飽きたって人もね多そうですが利尻富士です。そしてここがパンケ沼ですね。パンケ沼、ここの夕日のね映像がネットにあったんですが、映像というか写真ね、すごい綺麗だった。ここ一面が真っ赤に染まって利尻富士が見えてね、すごい綺麗でしたね。まあ、昼間に来ても綺麗です。人もあんまりいないし、風はちょっと強いですが誰もいないので、まあ、ここでぼーっとね30分ぐらい過ごせそうです。まだこのパンケ沼は雪が積もってますね。凍ってるのかな。沼なんですがまだ真っ白です。流氷みたいな感じになってますね。はあ、気持ちいいね。ここでテーブルと椅子を出して一杯コーヒーでも飲みたいぐらいですが、やたら風が強いのでそろそろ戻りたいと思います。できれば次回は風がねあまりない時に来たいですね。今日は本当に風がすごい。おすごい。パンケ沼のねギリギリ手前まで来れたんですが、やっぱりまだ凍ってますね。ほら、朝寒いということもあってまだ沼はパキパキに凍ってます。ちょっと流氷っぽい感じですよね。でもすごく綺麗ですね。綺麗だと思います。よし、じゃあ行こう。いやー気持ちよかったね。僕は基本人があんまり多いところは好きじゃないので、こういうところはね大好きなんですよね。景色もいいし人もいないし、昼寝したいぐらいです。今回行きたかった場所は大体全部行ったんですが、最後にお昼ご飯を食べてから帰ろうと思います。どこで食べるかなんですが、とりあえずオロロンラインをずっと南下して、またね増毛あたりで何か食べたいと思っています。増毛でねいろいろ回って何個か買ってきたんですが、結局またね昨日のタコザンギと、いやこれすごく美味しいんで忘れられなかった。もう一回食べたいなと思って、でそれと揚げたてのかまぼこですね。あのかまぼこ屋さんが増毛にあるんですけど、そこすごく美味しいので買ってきました。じゃあまずねかまぼこからね、これエビ天いただきたいと思います。うん、プリップリで美味しい。パンちゃんも食べたいな。このかまぼこ屋さん前もね何回か行ったことあるんですが、本当にね美味しいんですよね。で次はタコのかまぼこ。うん、細かくなったタコが入ってますね。相変わらずプリプリで、でタコの香りがしてね美味しいです。この辺タコ取れるんでしょうかね。だからタコの料理が多いのかもしれない。昨日も買ったね洋梨のジュース、これすごい美味しいんですよ。
あー、うまい。なんだろうこれ、なんとも言えない美味しさですね。適度な酸味と適度な甘みで、そしてタコザンギです。昨日、まあ、結構ねこれで500円なんですけど、これほんと美味しいんですよ。うん、柔らかい。なんか作ってるところを見たら、すでに火の通って、でなんかねタレにつけてあったんですよね。タレにつけてあるザンギに衣をまぶしてさっと揚げておしまいなんですよ。でそのつけだれが多分柔らかくなる秘密なんでしょうね。でタコザンギなんですけど、マシ系の名物みたいですね。あのいろんなお店が提供してて、あちこちで食べられるみたいです。でもう一個ねタコザンギのお店があるので、そこに行ってタコザンギ買ってこようと思います。まだ食うのかっていう感じですけど、食べてみたいんで行ってみましょう。そしてもう一つタコザンギ買ってきました。これなんてお店だっけ、この今ねちょっと映像で流れてるお店なんですが、ここがね菅宗っていうのかな。ここのタコザンギすごく美味しそうで、見ての通り結構ゴロゴロ入ってるんですよね。足をぶつ切りにしたものかな。じゃあ早速いただいてみたいと思います。いただきます。うわ、おいしい。うん、これは衝撃だね。あのさっきのマシケーキのも美味しかったけど、これも美味しい。あのマシケーキのもタコ柔らかいって言ったじゃないですか。マシケーキのタコザンギすごいタコ柔らかいんですけど、これ柔らかい通り過ぎてますね。これは柔らかいを通り越して、なんだろう、口の中で溶けます。口の中で溶けます。うん、タコって結構歯ごたえがあって飲み込みにくいようなね印象あると思うんですけど、これ衣ザクザクなんですよ。天ぷらの衣みたいにザクザクした衣で、その衣よりもタコが柔らかい。なんかザクザクの中にこうゼリー状のものが入ってるみたいなね。まあそこまではいかないですけど、でもそれぐらい柔らかいです。すごいなこれ、うまい。ちなみにここのタコザンギは冬はやってないそうで、なんか先週ぐらいからねまたやり始めたらしいです。雪のある時期はやってないって言ってました。これ650円するんですけど、全然、まあ、その価値あるというか、すごい美味しい。ちなみに味はねマシケーキのと違ってちょっと薄味です。まあ、ちょうどいい感じだね。そのまま食べるならちょうどいい感じ。旧マシケーキのはご飯が欲しくなるぐらいの濃さでしたね。でわずかにニンニクかな香りがして、衣はね見た通り天ぷらみたいな衣になっているので、なんかこうザンギと天ぷらの間みたいなね、そんな食感と味のタコザンギです。いやー、マシケのタコザンギには参ったね。本当に美味しい。北海道の居酒屋にはタコザンギって結構売ってるんですけど、そういうのとは全然もう全く別の食べ物っていうぐらい、まあ、それぐらいね美味しかったですね。いや、タコが本当に柔らかい。びっくりです。じゃあお腹もいっぱいになったところで帰りましょうか。ちなみに今マシケのなんか駐車スペースみたいなところにいるんですが、すぐ後ろが海になっていて海を眺めることができますね。で波の音を聞きながらタコザンギを食べるというのはなかなか気持ちいいものです。というわけで稚内車中泊の旅はこれで終了です。
いろいろと綺麗な景色を見ることができたのと、2日目は初めて行く場所もあって楽しめました。パンケ沼とか宮の台展望台というのはね、僕初めて行きましたね。今回は展望台に入れなかったり、湖面が凍っていたりしたので、暖かくなったらもう一回行ってみたいと思ってます。そしてドライブも楽しかったです。見ての通り、とにかく景色がいいので、走っていて面白いんですよね。これがオロロンラインの魅力かなというふうに思います。そしてなんといっても食事は最後のタコザンギ。マシケのタコザンギに全部持ってかれましたね。本当に美味しくてまた行きたいと思います。フリードプラスが納車されて2週間、函館、釧路、稚内と行ってきました。この2週間の総走行距離は 2700km ぐらいとなっています。さすがにこの後は少しの間別の仕事もあって車中泊はできないかもしれませんが、もう少し暖かくなってきたら、ほぼね、誰にも会わない車で食事をする車中泊の旅、またしたいと思っています。4月に入ってからですね。それではまた。これからも北海道のことや車のこと、北海道の美味しい食べ物や綺麗な景色なんかを動画にしていきますので、楽しんでくれた方はチャンネル登録よろしくお願いします。